私はユミ。結婚7年目の専業主婦で、幼稚園に通う娘、リコの母親。家族仲も良く、ママ友たちとも関係は良好。恵まれた環境だなぁ、なんて少し前は思っていたのだけど。じゃあ、帰ろうか。うん。ユミさん、今帰り？一緒に帰らない？いいわよ。ああ、まどかも一緒に帰る。え？うわ。いいよね。家も近いんだし。あ、用事思い出しちゃった。ユミさん、やっぱりここで失礼するわ。え？じゃあね。うまく逃げたわね。私は逃げ遅れちゃったけど。じゃあ帰ろう。シンも行くよ。何こっち見てんだよ、ブース。シンたら、シンくん、そういうこと言っちゃダメでしょ？うるせえ、クソババ。ごめんね。子供の言うことだから許して。子供だからこそ、誰かを傷つけるようなこと言ったらダメだよって注意しなきゃ。それがしつけでしょ？もう、ユミママ怒らないでよ。シンって素直だから、思ってること全部言っちゃうだけなの。悪気はないのよ。フォローになってないし、かえってムカつくんだけど。この目の前のギャルママは、日の窓か。シングルマザーで、先月幼稚園に転入してきたシンの母親だ。彼女とその息子シンのせいで、私の周囲は一気に騒がしくなった。ねえねえ、ユミママ、そのスマホケースどうしたの？超かわいい。ああ、これは機種を変えたからネットで頼んだやつよ。昨日届いたの。いいな、まどかもそういうの欲しいんだ。へえ、まどかの機種とユミママの機種似てるから大丈夫よね。ちょっと見せて。は？ちょっと勝手に撮らないでよ。ちょっと見せてよ。あ、ほら、まどかのスマホにもぴったり。いや、返してよ。何奪おうとしてるのよ。そんなことしてないよ。ちょっと貸してって思っただけだよ。プンプン。プン？いいから返して。これは旦那とお揃いで頼んだものなの。じゃあ、まどかと、ゆみママと、みママの旦那さんの3人でお揃いにしよう。は？何言ってんの？あー、ケチ。ケチ。リコのママはケチ。ケチ。悪いけど、別々に帰りましょう。ひどい。リコ、行こう。うん。まどかは、この通り常識がなく、その息子のシンも暴力的でわがままな子供。リコはシンを嫌っているし、正直関わりたくないが、家が近いため向こうから寄ってくる。ただいま。あー、疲れた。ただいま。リコ、大丈夫？明日、幼稚園行きたくない。絶対シンくんにいじめられるもん。リコ、さっき帰るとき、すごい怖い顔してた。ほんと、困った親子だわ。ん？はい、もしもし？さっきはごめんね、逃げちゃって。別にいいわよ。大丈夫だった？大丈夫じゃないよ。早速昨日届いたスマホカバー、取られそうになっちゃった。うわぁ、あの人のヤバいところって、自分が嫌がられてるって理解していないとこだよね。うちもこの前休みの日に突然来て、遊びに来たよって言われてびっくりしたわ。え？それでどうしたの？うちは口うるさいお母さんがちょうど来てたから追い返してもらったわ。いつもうるさいって思ってたけど、助かっちゃった。でも、他の家に行ったみたいで、案の定あれこれちょうだいってしつこかったらしいわ。やっぱりね。まどかは、とにかく他人のものを欲しがる人だ。新しいものや、ちょっとでもいいなと思ったものは、遠慮なくちょうだい攻撃をしてくる。この前、ゆうくんのママが車乗ってたら、いいなぁ、ちょうだいって言ってて、ドン引きしたわ。あれは病気ね。ほんと、関わりたくない。ユミさんとこは家が近いんだっけ？そうなの。小学校も同じになるのかと思うと、今から気が重くて。どっか引っ越してほしいわよね。ね。引っ越しか。え？引っ越し？うちが？うん。どうかな？リコが小学校上がる前に。それって例の親子から離れたいから？それが理由じゃダメ？ダメっていうか、なんとなく負けたみたいで悔しいっていうか。でも、リコも幼稚園に行きたくないって思うくらい追い詰められてるのよ。ちょっと考えさせて。わかった。ケンタは、まどかの異常さを目の当たりにしていないから、きっと現実味がないんだろうな。それより、明日って買い物だっけ？え？うん。車出してくれる？うん。それでさ、その後久々に外食しないか？リコの好きなオムライスの店に。いいわね、それ。オムライス食べたい！おっきいオムライス、食べに行こうな。まどかたちへの苛立ちはあるものの、ケンタの提案に、私とリコのテンションは少し上がった。そして翌日。美味しかったー！リコ、いっぱい食べたわね。うん。俺も食べ過ぎた。今度からは大盛りはやめておく。あ、ユミママだ！びっくりしたー。は？偶然ね。どこ行ってたの？まどかも誘ってほしかった。いや、家族で出かけてただけだし。あ、あなたがユミママの旦那さん？やだー、イケメン。どうも、まどかです。どうも。じゃあ私たちもう帰るから。せっかく会ったのに、まだおしゃべりしたい。ママ、帰ろう。うん。あ、ブスリコがいる。ブース、ブース。やだ、シンってば。ごめんね、リコちゃん。それよりユミママ、今度旦那さん貸して。前の旦那と会う時に連れて行きたい。は？前の旦那、もう新しい女いるんだよ。信じらんない。だから、まどかも彼氏できたって見せつけたいの。はぁ？ユミママの旦那さん、名前なんて言うの？教えて。あ、ちょっと。いいじゃん。まどかの方が、ユミママより若くて可愛いんだし。あ、ぷぷ。
はぁ？おい、汚い手で触んなよ。え？何が貸してだ。俺は物じゃねえんだよ。くっさい香水つけて近づいてくんな、このイカレ女が。ケンタ？どうした？おい、クソガキ。お前、俺の可愛いリコに今なんて言った？あ？なんだよ。リコは世界で一番可愛いんだよ。わかったか？ちょっと、子供の言ったことじゃない？ひどい。子供だったら、どんなひどいこと言っても許されるのか？相手を傷つけてもいいと思ってるのか？お前の育て方が悪いから、こんなクソガキに育つんだろうが。クソガキって、シンはクソじゃないもん。クソだよ。クソじゃないなら、リコに謝れ。ほら、泣いちゃったじゃん。どうすんのよ。そっちこそシンに謝ってよ。お前さ、さっきからなんでそんなに偉そうなの？自分の意見が優先されて当然って顔してるけど、俺はお前みたいなクソ女の言うことなんか絶対聞かねえからな。噂で聞いてるよ。何でもくれくれ言って、みんなに迷惑かけてるやつだって。は？は？そんなことしてないし、マドカは欲しいから欲しいって言ってるだけだもん。根っから根性が卑しいんだよ。何よ。明日からリコの幼稚園の送り迎えは俺がやる。お前とそのクソガキに何か言われたりされたりしたら許さねえぞ。え、ちょっとケンタ？知らない。頭おかしいんじゃない？キモ。待てこら、話は途中だぞ。落ち着きなってば。切れすぎだから。けどあいつらリコに向かってあんなこと言うんだぞ。信じられるか？リコ、あんなガキの言うこと絶対信じちゃダメだぞ。リコは世界で一番可愛いからな。パパすごく怖かったね。大丈夫だよ。もう全然、シンくんのこと怖くなくなったから。リコ。だって、鼻にピッピ泣いてるんだもん。それはよかったけど、ケンタ。さすがに子供相手に大人げないわよ。わかってるけど、ムカついたんだよ。まあでも、正直すっきりしたわ。ありがとう。いやでも、あんなに強烈なやつだと思ってなかった。ごめんな。今までちゃんと対策考えなくて。それはいいけど、ねえ、本当に幼稚園の送り迎えするの？あれは買っときて言ったんだけど、でも一度口にしたからにはやるよ。あのクソガキがリコに余計な真似しないようにプレッシャーかけて分からせてくる。分かった。そういえばケンタ、昔やんちゃしてた時代があったんだっけ。変なスイッチ押しちゃったかも。それでも娘がちょっと元気になってくれたのでほっとしたのだった。その後ケンタは宣言した通り幼稚園の送り迎えをし、マドカやシンを見ると視線で威圧した。おかげでマドカもシンも寄ってこなくなり安心したが、効果はそれだけじゃなかった。リコちゃんのそばにいるとあの親子が寄ってこないから助かるわ。リコちゃんのパパのおかげね。みんなリコのそばに集まるようになったから、お友達も増えてリコも楽しそうでよかった。他のママたちもケンタの対応を見て強気になったせいか、マドカも急に弱くなっちゃって、最近はシンくんも幼稚園休みがちだし平和になったな。ケンタのおかげかな。え？リコが安心して幼稚園に通えるようになってよかったなって思ったの。ああそうだな、俺も送り迎えするようにしてよかったよ。いろいろ見えることがあって勉強になった。パパ！リコ、帰ろうか。うん。元気になったリコを夫婦で微笑ましく見守るのだった。